こんにちは、伊藤です。今日のこの動画では座骨の周りに付着する筋肉っていうのを解説していって、そこから筋膜的なつながりっていうのを解説していこうと思います。座骨っていうのはこのあたりですね、座った時にこう椅子に当たるようなところですね。ここを座骨と言います。座骨って、意外と狭い骨なんですけど、大事な筋肉がいっぱい付着をしていっています。まずね、一番大事なのはこういう筋肉だと思いますね。ここのことを、総称してハムストリングスと言います。ハムストリングスね。ハムストリングスには、3つの筋肉があるんですが、今日注目したいのがですね、こっちの2本ですね。こっちの外側に走っていく方を大腿二頭筋と言います。大腿二頭筋ね。そんでですね、こっち側の方ですね、内側の方に向かって伸びていくやつを半腱腰筋と言います。半腱腰筋って言ったり半腱腰筋って言ったりしますね。とにかく大腿二頭筋と半腱腰筋っていうのがここからね、座骨から出ているんですよ。もう一個ある半膜腰筋ももちろん座骨から出ていっているんですが、解剖書を開くとですね、この大腿二頭筋と半腱腰筋っていうのは、この人体にも付着していると書いています。この人体を線結節人体と言います。線結節靭帯ね。この靭帯っていうのは、座骨結節。この部分ですよ。座骨結節と仙骨っていうのをつないでいます。だから線結節靭帯って言うんですね。もう一回言いますよ。大腿二頭筋っていうのと半腱腰筋っていうのが、もちろん座骨にもひっついてるんだけど、線結節靭帯にも付着をしていると書いています。これね、半膜腰筋は、この靭帯には付着はしていないんですよ。これ、でもね、解剖書の情報なんで、もしかしたら、こう、解剖実習の論文とか見たら、もしかしたら、何パーセントの人は、もしかしたら半膜腰筋も靭帯にひっついてるかもしれません。だけど、解剖書の情報を元にすると、この靭帯にひっついてるのは、大腿二頭筋と半腱腰筋というところです。めっちゃ大事ですね。これ何が大事かっていうと、筋膜のつながりを解説している本、例えば、アナトミートレインっていう本、アナトミートレインね、筋膜のつながりを解説している本があるんですが、ハムストリングスから座骨にひっつきました。で、こっからの線結節靭帯を経由して仙骨経由して腰椎、胸椎、頸椎、頭の方までこう筋膜的なつながりがありますよという解説をしている本があるんですね。そんでですね、その理論を頭に入れつつ、ああ、なるほどね、ハムにひっついてる、座骨結節いってる、線結節靭帯から仙骨いってるよねっていう情報に追加して、大腿二頭筋と半腱腰筋が線結節靭帯に直接付着をしているんだということを覚えておけば、この後ろ側の膜的なつながりっていうのがもっと理解できると思っています。注意点なんですが、この付着部っていうのは線結節靭帯全部に付着しているっていうわけではないです。この全部ね、この靭帯組織の全ての部分っていうわけではないんですよ。やっぱりこう、座骨結節に近い部分に付着をしているんですが、それでもこの情報って覚えておいて損はないと思います。この後ろ側のライン、ハムとか線結節靭帯とか仙骨が硬くなったらどういう傾向にあるかっていうと、極端な話、前屈をしにくいわけですよ。体を前に倒す役割っていうのをしにくいんですね。というのも、ハムっていうのは、前に倒した時に伸ばされるわけです。前屈した時に伸ばされるんです。体が硬い人はね、このハムが硬くて前屈しにくいっていうことがありますよね。そこから線結節靭帯とか腰椎が硬いと前屈しにくい。今度は腰が曲がりにくいっていう現象になるので、ここのつながり非常に大事なんです。これがハムからの、特に大腿二頭筋、半腱腰筋からの線結節靭帯のつながりなんです。で、次はちょっとマイナーなね、つながりをお話ししていきたいんですが、これ前の動画からのちょっと復習なんですが、これ座骨とか恥骨があります。これ骨盤を外から内側に向かって見ています。この辺がハムストリングスですね。さっき見たやつです。ここ座骨ですよね。で、大内転筋っていうのも一部座骨に付着してるんです。大内転筋ね。大内転筋という一番大きい筋肉があるんですが、恥骨に付着しつつも座骨に付着をしているんです。こっからのつながり、前の動画からの復習ですよ。
骨盤底筋に向かって伸びていくことができます。これ主に恥骨からのつながりなんですが、大内転筋の付着部座骨っていうのを見ていけば座骨からもつながっていくよねっていうことが考えられます。そしてもちろんこの座骨の奥の部分ね、内側の部分にはもちろん骨盤底筋が付着をしているわけなので、恥骨から恥骨のね骨盤底筋だけじゃなくて、座骨から座骨の内側にある骨盤底筋っていうのももちろん、つながりっていうのは見出せると思っています。ちなみに最初にちょろって言ったんですが、この座骨結節、座骨っていうのは座った時に結構負担がかかりやすい、ストレスがかかりやすいんですね。一日中ずっと座ってると、この辺り痛くなるっていう人もしかしたらいるかもしれません。それだけここっていうのは座っていることによってストレスを受けやすいんです。負担を受けやすいんです。じゃあここに付着してるさっき言ったハムとか大内転筋が圧迫されます。そうするとこの圧迫っていうのももしかしたら骨盤底筋の方にもつながるかもしれないよねっていうことが考えられるわけなんです。どうしても骨盤底筋っていうとイメージとして恥骨からのつながりっていうのがこう一番イメージされやすいと思うんですよ。そういうのももちろん間違いじゃないです。そういうつながりももちろんありますが、そこから解釈を広げて、いやいや座骨からも実はつながりってあるんだよっていうのも新しいアイデアとして持ってもらったらといいと思います。これが大内転筋からの、骨盤底筋のつながりですね。ではちょっと今度はもうちょっとねマニアックなつながりを見ていこうと思います。さっき言ったハムはここです。もちろん座骨には他の筋肉が付着をしています。この辺で言うと外旋肋筋、股関節の外旋筋たちも付着をしているわけなんですね。書いていきませんが、ここは上層式筋、上の双子筋って書いて上層式筋、ここ内閉鎖筋というやつね。で、ここは下層式筋、そして大腿方形筋っていうのがありますよと。もちろん他にも、いっぱいあるんですが、こんぐらいの範囲でいっぱい筋肉があるんですよと。そんで今日注目したいのが、特にこのちっちゃい筋肉、さっき言いました上層式筋というやつです。上の双子筋と書いて上層式筋です。なんで今日またこんなマニアックなちっちゃい筋肉を上げるかというと、この付着部が大事だと感じています。この部分ね、今白で書いたこの部分っていうのを座骨棘と言います。座骨のトゲと書いて座骨棘と言います。で、よく見ていくとまたここに靭帯がありますね。これは座骨棘と仙骨をつないでいます。ここの靭帯のことを仙棘靭帯と言います。仙棘靭帯ね。ちなみにさっき見せた仙結節靭帯っていうのは取り除いています。本当はこんな感じで仙結節靭帯があります。ここを取り除くと仙棘靭帯っていうのが見えてきます。だからここちょっと深いところにあるね、靭帯ということを覚えておいてください。上層式筋があります。これの付着部、起死部っていうのは座骨棘です。はい、座骨棘の内側行くと仙棘靭帯っていうのがあります。あらあら、ということはここに膜的なつながりって見出せるんじゃないかなと個人的に思っています。このつながりっていうのは解剖書とか解剖アプリを見てて、たまたま上層式のとこをクリックしたらね、起死部が座骨棘って出てきたんで、あれ座骨棘、座骨棘って仙棘靭帯ひっついてるよねみたいな感じで、ここあくまで僕の仮説なんで、上層式筋の付着部と仙棘靭帯の付着部が被ってますよね。めっちゃ近いですよね。ということは、ここへのつながりも見出せるんじゃないかと思っています。これね、他に調べたんですが、下層式筋とか、あとは内閉鎖筋っていうのは、座骨棘には付着はしていないんですよ。物理的に近いんで、こういうつながりもあり得ると思うんですが、でも一番近いのが上層式筋。解剖書にね、こう座骨棘って書いているんですよ。ということは、ここのつながりが一番強くて、つながりが一番見出せるんじゃないかっていう考えるのが、セオリーなんじゃないかと感じています。こういった骨盤の周りの靭帯っていうのは、仙骨とか骨盤の安定に非常に強く関与してると思うので、こういったね、マイナーなつながりっていうのも覚えておくと、あれ、もしかしてここを緩めたら、ね、骨盤の動きも良くなるんじゃないっていうような感じで、こう、知識のね、一つとして頭に入れてもらったらいいんじゃないかと思います。僕は東京に定期的に出張の施術に行っています。ですので僕の解剖学の見方が面白くて、こういうこともっと良くしたい、改善したい、そして施術を受けてみたいと興味がおありの方は、概要欄にホームページのリンクと東京出張用の LINE 公式アカウントを貼っていますので、そちらからお問い合わせを申し込みください。もしよければこの動画は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。